ました。スロズキーということでですね、今回の最新機種は全てが真新しいということで、ヤマサー株式会社様よりパチスローウィッチマスターです。こちらなんと完全オリジナル作品となっているんですけれども、まあ、声優さんの方もかなり力を入れているということで、どのキャラクターも皆様一度は聞いたことがあるんではないかなと思います。さらにですね、タイプが A+ART 機となっておりまして、私の好きなタイプなのでとても楽しみになっております。ということで早速行ってみましょう。試打開始。はい、それではこちらパチスローウィッチマスター試打させていただきたいと思います。まあ、全てが真新しいということで、まず最初にですね、狙う図柄によってチャンスゾーン変化いたします。こちら赤羽のナナちゃんを狙っていただきますと、チャンス名が出現した際にゴーストエスケープチャレンジというチャンスゾーンに突入する抽選を行って、こちら青エリーの青バーを狙っていただくと、ミッドナイトアドベンチャーという方のチャンスゾーンの抽選をしております。新しい強チェリーだとゴーストエスケープチャレンジ、強スイカだとミッドナイトアドベンチャーの対応が良くなっております。あ、ちょうど今スイカが滑ってきましたね。スイカが滑ってきたときは、スイカが滑ってきたときには、まあ青バーを狙っていただいてと思ったらチャンス目でしたということで、今赤バーを狙ってたので、こちらナナちゃんのランプが点灯します。スイカが揃った時なんですけど、まあ、斜めだと弱スイカ、平行だと強スイカということになっております。一応スイカはリプレイなので、あの取りこぼしはないんですけど、強弱分からなくなってしまうのでちゃんと狙っていきたいと思います。でチェリーはバーの1個下についておりまして、こちら対角線上の真ん中ですね、中リールじゃない、右リールの真ん中にボーナスが止まった際には強チェリーとなります。でステージなんですけど、今が学生外ステージですかね、あとまあ学校ステージなんですけど、まあ、こちら夕方背景になったり、あと展望台ステージが夜ステージなのかな、チャンスステージとなっておりまして、エンチャントモードというモードに突入しますと、まあ、チャンスゾーンか ART の前兆となっております。基本は ART はチャンスゾーンから突入なんですけども、まあ、直撃もたまにはあるとのことですので、エンチャントモードには期待ができるのではないでしょうか。野崎、あ、こちらが強スイカです。強スイカだとボーナスにも期待できるんじゃないかなと思います。強スイカの対応がこちらエリーのチャンスゾーンになっておりまして、強チェリーがナナのチャンスゾーンになっています。お、入りましたね、チャンスゾーン、ゴーストエスケープです。10ゲームプラスアルファになっておりまして、まあ、書いてあるんですけど、レア役でチャンス1ゲームにつき最低1体はお化けを倒していきまして、こちらのお化けが0体になればART マジカルドライブ確定となっております。なってしまいました。ここから先はレア役引ければ一気に減るかもしれないチャンスですが、お役でセーフ、せめてリプレイ、お、スイカが滑ってきました、セーフ。
また10ゲームになってますね。これはチャンスです。あと1体確定しております。ありがとうございます。ということであっさりですが ART マジカルドライブをゲットしました。マジカルダイブですね、すいません。はい、ART スタートです。一番最初はこちら40ゲームスタートとエピソードの10ゲームで50ゲームになっております。基本はこのスタートで大丈夫だと思います。私たちにとっては初めてのことで本当は不安でいっぱいだけど、なぜかなすごくワクワクしてるんです。いたしました。で分数管理型 ART ということで、こちらですね、ベースがまず40となっております。そこの上に残りゲーム数があるんですけども、こちらのベースというものが下回っているときには ST ループ型モードとなっておりまして、バトルに発展すればこちら40ゲームまで必ず回復するとなっております。でこのベース値を上の残りゲーム数が超えたときには上乗せ特化ゾーンを抽選しやすいオーバーライドモードに移行します。なのでまずはバトルに突入することを目指します。はい、おチャンス目です。バトルです。チャンス目からバトル突入です。負けませんよ。このバトル負けることはないので、勝利かドロー、引き分けですね。青背景です。強そうだね。来ました。俺から離れるんだ。相手の攻撃先生ですね。果たして、あドローでした、残念。はい、こちらのカウントが40ゲームまで巻き戻りまして、ベースアップ、下のベース値が10ゲームアップしましたので、あ、50ゲームになりましたね。なので今度はこの50ゲームの間にまたバトルを目指します。チャンス目かスイカ、
そうですね。お、またバトルに発展です。ちょっと残りゲーム数34ゲームあるんで、もったいなかった気もしますが。ようやく来たか。次は勝たせてもらいます。勝負。お、赤背景です。チャンスアップです。次は勝てるかな。負けられません。サシリア、行きます。お願い。いい勝負してると思います。今のところ本気で行くよ。あ、まだ先制してます。ということで、ここからエピソードに入ります。エピソード、あとチャンス、チャンス目。オーバーライド30、あのベース地になるまで30ゲームの間は狙いナビ高確率中となりまして、あ、こんな感じで出てきます。普通はエリーなんですけど、ちょっとチャンスアップです。まずは7からいきましょう。揃わなくても、今チェリーですね。エリー狙うとスイカが揃うようになってまして、揃わなくても上乗せ特化ゾーンのチャンスになっております。お、入りました。スカーレットドライブです。しました。いや違う、ストップじゃなかった。始まりました、すいません。自力継続タイプになっておりまして、ベル霊薬で上乗せ、ベルで継続抽選をしています。ここでバードを移動すると、継続保証ゲーム数がもらえるセーフティーモードに移行します。終わりかな。まだまだ。
せました。この分は残りゲーム数になるんで、ベースカウントまでのゲーム数が遠のいてどんどん上乗せをしていくという形になっております。次はエリーを狙っていきたいと思います。ゲットです。はい、フルインパクトですね。ではナビ管理型といいますか、ここにナビ回数が出るんですけど、この回数だけバーを狙えって言われます。でバー揃いをするとこのナビが回復して可能性のチャンスがさらに広がるとなっております。バーが揃わなくても上乗せがあるので、最低30ゲームの上乗せということだと思いますね。その他レア役でも、レア役ボーナスが当たっちゃいましたナビが回復することもあるそうです。ということでまず10ゲーム上乗せとボーナスです。ですね、レギュラーボーナス、純増が49枚です。ここでチャンス目を引くとバトルストックするということになっております。はい、49枚ですね。でベースアップ10もらいましたので残りベースがさっき50だったのが60になりますね。はい、ブルーインパクトから取り直しです。今ベース60になってます。見えます。お、揃っちゃいました。ナビマックス、まあ1個目だったんですけどね、やっぱラストのナビで揃うとかそういう上乗せの仕方をしていくと、まあ、ガツガツ乗せるんだと思います。お、また揃いました。次か上乗せます。揃いますね。さっきこれの前にちょっと一応打ったんですけど、その時全然揃わなかったんですよ。あ、これ正解が揃うんで10上乗せ。これ揃えばまたナビが3個回復なので暑かったんですけど残念。ボーナスの後だけで70ゲーム乗せましたので、もうサクッと200ゲームを超えました。残りゲーム数がパーフェクトビッグバン。はい、バーが揃いましたが、揃うとパーフェクトビッグバンなのかな。これはい、こちらが10ゲームで毎ゲーム全役上乗せの最強特化ゾーンとなっております。10
取れました。すごい、めっちゃビッグバンしてます。130ゲーム一気になりました。マジか。基本は10ゲームなのかな、ほとんど。バーを狙いは1回しか出てきませんでしたが、220ゲームも乗りました。すごいですねこれ。あれ基本はそっか、そういうことか。揃わないでそのレア役でチャンスゾーン、上乗せ特化ゾーンの抽選をするってことなんですかね。ミッドナイトアドベンチャー。ミッドナイトアドベンチャーです。ミッドナイトアドベンチャーは継続ゲーム数が15は30は無限で、毎ゲーム ART の抽選をします。で今回は15ゲームですね。7が出てくれば ART 当選となっております。 10%。 はい、残念でした。エーテルストライク。チャンスゾーンの一番熱いやつです。エーテルストライクです。残りが、ね、15ゲームか30ゲームなんですけど、今回15ゲームですね。で1個ランクアップすればもう ART が確定です。もう1個いきますとファーストライドという40ゲームなんですけど、もともとゲーム数がそこをもともと上乗せする特化ゾーンスタートということですね。で最後はバトルストックやっておりますが、どうしよう。おう、これはいったんじゃないですか。まず ART 確定です。レア役で大チャンスということで、多分レア役ではステップアップが確定なんじゃないですかね。ほぼおお、来ました。ファーストライドゲットです。ついでにバトルストックもゲットできず、これドキドキですね本当に。はい、残りが0ゲームになりましたので、まあ ART とファーストライドゲットです。でファーストライドなんですけど、戦略で初期ゲーム数を上乗せする特化ゾーン。はい、エリーで来ましたね。
A は安定型5ゲーム固定で2プレイ追加で上乗せいきたい台となっております。40ゲームですね。で他には、7波乱型ベルチェリデュアの敵対ナイト、一撃型アカネ、このアカネちゃんが激アツだそうです。はい、145枚。でここでからが引き戻しゾーンですね。エア役でチャンス、バトル発生したらまた引き戻すということですが、残念、これで ART が終了ということになります。ビッグボーナス、ビッグボーナスですね。はい、こちらビッグボーナスが、獲得枚数が203枚となっております。ナビ発生でチャンスでバー、まあ、もちろん自分の好きな方のバーを狙っていただいて、揃えば今通常時なのでチャンスゾーン確定となります。7が揃った時には ART をそのままいただけるそうです。まあステップ2ですね。一応1、2、3、4、4人前出てきます。おお、しかも7を狙って、あ、順押しなんですね。ステップ1ですが、ART ゲットです。でこれが ART 中ならばバトルストックを獲得ということで、203枚獲得からのそのまま。ART マジカルダイブとなります。シダ終了。いかがだったでしょうか。まあ、分数管理型 ART って名前だけ聞くと難しそうだなと思うんですけど、まあやってみればそんな難しくもなかったかなと思います。こちらウィッチマスターについて気になった方はぜひ公式ホームページがございまして、そちらに詳しい設定などたくさん載っておりますので、ぜひそちらご覧になってみてはいかがでしょうか。ということで最後にフリーズ映像でお別れしたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。